今これ飛ばしたのがあのドローンのレースをやるための機械なんですけれど、あの通常ドローンのレースに出る機械って自分であのフレームですとかモーターとか全部をこうバラバラにパーツを買って自分でこう組み付けて自分でハンダ付けして自分で作る必要があるんですね。で作ったと思ったら本当飛ぶまでの調整とかも自分でやらないといけないんですけど、これはもう買った状態で、全部オールインワンで、今飛ばした感じのすぐ飛ぶキットになってますので、誰でも手軽にこのレーサー機の体験ができます。で通常のレーサー機にはない機能としてですね、この部分、これが GPS アンテナなんですけれども、先ほどそっちのデモでもやりましたけれども、 GPS モードをオンにしてですね、スティックから指を離すとずっと同じところでホバリングをしてくれます。なのでレーサー機を初めてやった方でも普通に飛ばしてもらってですね、操縦が分かんなくなったらとにかくスティックから指を離したつまんと、そうすると GPS が働いてますので、ずっとその場で終わりますで、姿勢が分かんなかったら自分が近づけばいいですし、とりあえず舵を打ってみて自分のに帰ってくるんだったらそのまま操縦を続けてもらっても構わないですし、 GPS がない機体ですと風に流されてもしっかり行っちゃったとか、結構ドローンあるんですけども、こちらの機体ですと GPS の機体なので、初心者の方でも安全に飛ばすモデル、これが昨日から発売開始になっています。 RC ロハのナビゲーターですね。で GPS アンテナが入っている機体、今から飛ばす機種と今飛ばす機種全部入っているんですけれども、ナビゲーターと、さっき言ったスティックから指を離すと、勝手にホバリングする。であとは電波というかですね、まあ、これだとここから操縦の信号を機体に送ってるんですけれども、これが遮断されたというか遠くに行き過ぎて電波が届かなくなってきたというのは、勝手にですね機体が電波ロストしてくるので、離陸地点で自動電波が出てくる、それは GPS に全て入ってくる。とにかく離陸した地点に入るというその安全対策が、で今飛ばした RC ロハのナビゲーターというのがレースを楽しむので、これから飛ばす機種は空撮をするためのモデルです。空中撮影違うよ、撮影だから音が静かだよ。あ、うるさい。今のいた機体がモーラツーリストっていう機体ですね。飛ばすとね、音がうるさくてよく話が聞こえない。さっきよりかはかなりあっさりと動く機体が、ジンバルって言いまして、ブラシレスジンバル、ここにモーターがですね、3個入ってるんですね。
たね。で、例えばこっちの軸です。機体が傾いてもカメラは絶対水平なんですね。横から撮る。今さっき言ったのは、縦方向にちゃんとカメラが水平を維持してもらいます。で、もう一個が機体がこう回った時に後からカメラが動く。これがないとですね、空撮映像、気持ち悪い映像ですね。機体が傾いたら映像が傾くと、機首がパッと回ったら映像がカーンっていきなり回ったりするんですけども、まあ、こういったカメラがついていると、舐めるような、滑らかな映像の取得が可能になっています。で、このモーラツーリスト、大きな特徴の一つ、もう一つはですね、ここに穴が開いているんですけど、これ実は超音波センサーが内蔵されておりまして、壁とかに近づいて超音波センサーがこう進行を跳ね返すというですね、もうそれ以上ないものなら静止することはできないんです。もちろん機能のオンオフができますけれども、初心者の方は、あ、今ですね映像ちっちゃいですね、手持ちのスマートフォンやタブレットなどに画像を転送して見ていただくことが可能になっています。こうやって機体をこうやって左右に振りますけど、映像自体は非常に動いてます。機体はめっちゃ動いてます。もちろんこちらの機体も GPS が内蔵されておりますので、全然動いてない。ちょっと見せる場所っていうのから車でポンっていうのをすぐ前に落として空撮できるってことあんまないんですよ。ありよ、ありそうな。なんで山の上に登っていくとか、例えばこれバッテリー1本と、もうまあ予備1本あったとしましょう。であと、この装飾ですね、とりあえずこれがあればと思っちゃう。ところが大きなモデルがあります。機体のサイズが大きい、プロパンも強いので、バッテリーも変化したら横にバッテリーね、大きなバッテリーもこれを担いで山に登らなきゃいけないというのが、まあ、こういったあのモーラツーリストコンパクトなんですけど、めちゃもみ便利で手軽に撮影ができます。これがモーラツーリスト。で、レーサー機、空撮モデルの元に呼ばれます。こちらももちろん GPS を搭載しています。どういうI'm gonna go get some more.
けど、まあまあ、ディスタンス、
は自分が飛ばした場所から今何メーター水平方向に何メーター離れてますよというディスタンス距離ですね。あとスピードですね。今時速何キロで飛んでますっていうのがテレメトリーデータで常に見られている線香に情報として現れています。ちょっとね、ウェイポイントやってます。今これ Google マップ、持ち場が映ってるから、ここでポイントをプラスします。あ、ダメダメ、待ってね、ダメダメダメ、このようにポイントどんどん増やして、で、このポイントをですねやると高さ何メーターにしますか、何秒ホバリングさせますか、でカメラの角度を何度にしますかという設定がそれぞれのポイントで全部設定終わって確認したらスタートと、すごいなって思うだけど、とにかくこれからドローンを始める方はですね、 GPS 付きか GPS なしかで大きく分かります。はい、大きく分かります。 GPS 付きだったら手放してホバリングするなんですけど、お値段がやっぱ張るなので、とりあえずこういう機体を飛ばす前にドローンを体験してみたいという方は GPS なしの簡易的なね、もうちょっとチャレンジしてもらって、まあ面白いな、続けてみようかなという方はこういったモデルを考えていただいて、いただけたらと思います。もちろん最初の方は小さいドローンなどの練習をしていきます。僕は練習をしていただいて、自分の思うような映像がすぐ撮れるようになります。はい、以上でハイキックのデモは終了となります。どうもありがとうございました。あ、戻る、賢いね。あ、それだったら安心ですね。安心、だって行っちゃったなんて言ったっけ。そうですよね、そのまんま。みんな思い切ったことやっちゃうんです。へぇ、それだと電池が、あ、終わっちゃったなんて、終わりそうだなんて言ってな。そうですね、その時は、あ、自動で、またその時も自動は、距離にもよるんですけど、その場で着陸する。あの橋まで設定したのが、行くんないけど、行って少しまで戻ったら、戻りそうになったら電池がって場合は、判断してくれるんだ。そうですね。あ、すごいですね。考えられるんです。向こう時間、それじゃ安心ってなるけどね。これってあれってやっぱり電波の効果を。そうですね。5.8 ギガを使う映像の送信のモデルがあるんですけれども、それはですね、アマチュア4級の資格と総務省申請が必要になってくるんですね。アマチュア持ってる。じゃあアマチュア持ってるんだな。あ、持ってるんですか。あ、したらもう申請だけなんです。確かに。これとこれですね。白いやつは 2.4 ギガなんで何でも見ないです。このプロポやばくないですか。見たことあります、こんなの。ない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 でしょ。みんなおもちゃみたいなプロポで。いいや、これいいです。いいやり、期待だけ絶対いいや。10万で腰場って基本的に期待だけ起きてる。持ってきてます。これフルセットです。新品フルセットで10万円で売ってます。今の10万円、僕が統一でお金かけます。統一かよ。外国のフィリップって言うのも欲しい。